カイロ。カイロとは、化学発熱体や蓄熱材等を内蔵し形態して、体を温めるもの。日本において、古い時代には、陶器などに海中に入れて、暖を取るものとして、火鉢等で加熱した、滑石等を適度に冷ますか、布に包んで温度を調整して使用していた。これを温弱という。また、塩のみまたは、塩とぬかを混ぜたものを言って、布に包んだもの。 使用音尺も同様に使用されていた。江戸時代くらいまでは一般的だったようである。日本と同様に中世、ヨーロッパまでは布団の足元に設置し、睡眠をとるという共通的な利用方法であった。江戸時代の原禄基初期には木端末に保温力の強いナスの茎などの灰を混ぜたもの、カイロバイを通気口の開いた金属容器に入れ、 燃焼させる回路があったことが知られている。この木端末に混ぜる灰としては他に朝柄や切りの灰が使われた。現在でも現役商品であり、通信販売の他陶器におけるカメラレンズの結露防止用に用いられるためカメラ量販店で取り扱っていることがある。炭化水素を燃料とするタイプと異なり燃焼に伴う化学反応時に水を生成しないため結露しにくい。 難点としては、製品によっては、木炭の強い燃収がするものがあることである。大正末期、的場人志氏が、イギリスのプラチナ触媒式ライターを参考に、プラチナ、白金の触媒作用を利用して気化したベンジンを、ゆっくりと酸化発熱させる回路を独自に発明し、1923年に、白金回路、白金回路の商品名で発売した。 ベンジンが希少であった第二次世界大戦前や、戦中は郵便局や軍隊などが利用の中心だったようだが、戦後は白金回路車以外の製品も登場し、一般にも広く普及した。白金回路に代表される白金触媒式の回路とは、ベンジンを主な燃料とする回路の一種である。対象年間に、的場仁氏が発明し、1923年、 大正12年世界で初めて発売された。ベンジンなど炭化水素の燃料をプラチナの触媒作用により通常摂取300度から400度の比較的低温域で穏やかに二酸化炭素と水へ酸化分解させその過程で反応熱を取り出す。炭化水素を燃料とするが生成しない。反応の結果は燃焼に酷似する。 触媒となるプラチナが、マット状ガラス繊維に粒子として付着させてあり、効率的に反応が進行する。ベンジン 1cc あたり、約11,500カロリー、48,116J と、使い捨て回路の約13倍の熱量を持ちながら、機種により差はあるが、およそ燃料 1cc で、表面温度60度の状態を約1から2時間保持、可能。反応開始時、 130度以上の触媒加熱が必要で、炎、または電熱線を用いた加熱が一般的。なお、ベンジン等可燃性物質の航空機内持ち込みは、法令による禁止行為のため、ベンジンを使った回路も同様に取り扱われる。JR については、国鉄時代からの規定で、以前は 3kg までなら列車内に持ち込みが可能であったが、 2015年6月30日に発生した東海道新幹線での放火事件を受け2016年4月28日より持ち込み禁止となった。現在、日本国内メーカー製造販売のベンジンを燃料とする白金触媒式回路は白金回路株式会社が販売する白金回路マルカイコーポレーションが販売する実ッブランの ハンディウォーマー及びマルカイオリジナルブランドのハンディウォーマーミニ等がある。実ッブランド製品は白金社 OEM 品と見られる。なお、川崎製機製作所、東京都荒川区が川崎ポケットウォーマーを販売し、2006年から新規参入している。最近ではアジア貿易工業が輸入、販売する中国など海外製の類似品も、 国内のホームセンターなどで確認できる。この回路の燃費は交渉で 20cc 約13時間。また2006年台湾製のアイホットなるオイル回路も国内で確認される。さらに2008年からコールマンジャパンがコールマンポータブル EG ウォーマーを発売している。回路の燃料については白金製品はベンジンが指定され、実行製品は 実法オイルが指定されている。ただし、自己責任で、白金に実法オイル、実法に、ベンジン、両者にホワイトガソリン等を使用するものもいる。指定外燃料を使う場合、製品の寿命、性能などが低下する、可能性はある。蒸気一連の白金触媒式回路は、本体材質が真鍮かそれ以外の材料の差異がある、程度で、基本構造及び、 本体形状は元祖たる白金回路にほぼ準じる。支柱に現在ある白金回路には、むね次のような種類が見られる。なお2010年10月時点で白金から販売されている現行機種は、ピーコック、ピーコックジャイアンツ、ピーコックミニーの3機種である。これら白金系列以外の形状、構造を持つ白金触媒式回路には、 1953年に、松下電気産業、現、パナソニックから発売されたナショナル黄金回路、またはナショナル回路が存在した。黄金回路はドーナツに似た円盤状の本体を持ち、乾電池を利用した専用点火具で電熱線を熱することで点火を行う形式で、本体中央部にはめ込まれた円筒状の触媒ユニットを回転させて、 触媒と粘単区開口部をずらしてしまうことで任意に発熱反応を停止できることも特徴の一つであった。そのため、女性や子供でも扱いやすく、平置きにも支障がない白金触媒式回路として長く白金回路市場シェアを争い続けた。ナショナル回路は白金回路標準モデルとほぼ同じ燃焼時間の標準型のほか、本体の厚さを薄くした薄型。 本体の小型化を行ったミニなどのモデルがいましたが、使い捨て回路登場に伴う市場の縮小から1993年4月にすべてのモデルの販売を終了した。そのため加工などの純正部品の供給も途絶えている。2008年からコールマンジャパンがナショナル回路標準型とほぼ同一形状、構造の白金触媒式回路をコールマンポータブル EG ーーウォーマーとして発売している。 ただし、これとナショナル回路との関連性は全く不明である。なおナショナル回路の販売終了後、松下電気産業アイロン事業部から、ナショナル、ホットベルト及びナショナル、ホットベストなる商品も発売された。炭酸缶電池2本を電源とする電磁ポンプにより、専用カートリッジ内、ブタンガスを白金触媒ヒーター部に送り込み、酸化発熱させる原理。メーカーによれば、 使い捨て回路の約20倍のパワー、ホットベストの場合、任意の ON オフ、三段階温度調節、オフタイマー機能、ガス燃料のためベンジンのようにに応わず燃料補充も、容易度の上所を持っていた。アメリカ合衆国においては、戦後の1950年代初頭より、白金回路車が、ピーコックの商標で輸出を開始、同時期の1950年代に、 ミネアポリスのアラジンラボラトリー社が、ジョン・ハンド・アルマーの名称で白金製よりもやや大型の電化芯、シュガレット着火機能付き回路を発売した。今日のアメリカ市場では、ジッポー・ウーマーや中国製のノーブランドの廉価な製品型を占めているが、現在でも、ジョン・イ、e、ー・ハンド・アルマーは、スタンダードモデルとジャイアントモデルの販売を続けている。1975年、 アメリカ陸軍が使用していたフットウォーマーをもとに、アサヒカ製工業、現、アサヒカ製が新旧シルート等を通じて、全国であったかさんを販売。それを原型にして、日本純水素、現、日本パイオニクスが1978年に開発。ロッテ電子工業、後のロッテ健康産業現在は、ロッテ本体に吸収合併が、ホカロンの商品名で、使い捨て回路を、 全発売し、これが、ヒット商品となって一般に普及した。それぞれの発明者は、あったかさんが朝日火星工業の山下岩尾と、飛行幹を、ホカロンが、日本純水素の田浦寺氏親と、戸室道夫とされている。なお、ロッテがホカロンを最初に開発したという情報が、メディアには、流れているが、カイロの外袋を開封することで発熱が開始する、タイプとし、 かつ量産化のための技術開発を行ったのは日本純水である。また、脱酸素材を開発中に化学反応による薬剤の発熱が見られたことを応用して開発したものでもなく、鉄粉が酸化される際の発熱は前述のフットウォーマーやあったかさんデモに利用されている。日本純水素は三菱ガス科学のグループ企業であり、ロッテとは資本関係は一切ない。 以後このタイプの回路は、急速にシェアを伸ばし、回路矮占業の切り矮化学や、マイコール、白源、大日本女中菊、フマキラーなどの家庭日用品メーカーが追随した。このタイプは白金回路に代わって、現在主流の方式となっている。シール付きの使い捨て回路、いわば春タイプの回路が発売されたのは1988年で、あり、マイコールが、 業界に先駆けて販売し、成功を収めた。現在では、ミニサイズ、靴下用、肩用、座布団サイズな、様々なバリエーションが発売されており、冬場商品の定番となっている。使い捨て回路は、鉄粉の酸化作用を利用した回路であり、不織布や紙の袋に、空気中で酸化発熱する鉄粉を入れたものが一般的である。その他、 通常触媒として、鉄の酸化を早める食塩とそれを保持する高分子、吸水剤、酸素を取り込むための活性炭、鉄の錆を促進する、水、水を保水するためのバーミキュライトが入れられている。安価で簡便なことなどから現在回路の主流となっている。この種の回路の長所としては、構造が簡単、各種原料が安価、火を用いず、通常環境での最高温度が、 約80度以下で安全性が高い。使用方法が簡易などが挙げられる。使用前は、真空パックや無酸素包装などで酸素に触れないように密封されており、使用時にはこれを開封することで酸化が始まり、発熱する。大きさや用途などにもよるが、貼らないタイプで約18から20時間、貼るタイプで約12から14時間くらいの持続時間を持つ。 商品が主流である。これら各商品に表示される数値は、すべて同一の試験方法によって測定されたもので、JIS 規格、JISS4100 に項目や測定方法などについての定めがある。なお JIS 表記上は、使い捨て回路とひらがなであるが、使い捨て回路とカタカナで表記しても良いとされる。また、日本回路工業会では、 使い切りタイプの回路という表記をしている。使い捨て回路の由来については、米軍の携帯本機が原型ともされるが、基本特許が明治時代に成立していた古いものということもあり、はっきりしない。1906年より、宇那原美紀さんの宇な原支店が、ひもゆもいらぬ、不思議の暗化、一名特用たつと銘打った製品広告を新聞各紙に出した。 広告では、火を用ひざれば、火災の寒避なく、夜中に消えまたは、川の段の損じるとさらになし、熱度は、お好み次第150度くらいまではごずいなり、一度、入れば四ヶ月熱すなどと歌っていた。定価は波一円、中一円二十銭、上一円四十銭、特製一円七十銭、送料いずれも三十銭。国境新聞155号。 1908年1月20日号によれば本製品を取り寄せたという記事がある。製法は鉄粉に何かを混ぜそれに水分を加えて音気を発生しめるもので使い捨て回路そのものだが記者によれば幾分の熱度は放散するがそれも直に冷却して再び用を作さない。 しかも一種の悪臭を放つなど、衛生上にも良からぬもので、ヘサ以上1円50銭ばかり損をしたという。現行の使い捨て回路が登場したのは1978年に、ロッテ電子工業、現、ロッテ健康産業から、ホカロンが発売されて以降である。前述のようにこれは、日本バイオニクスが貸し用の脱酸素材を研究する過程で、 発熱効果を発見したことから製品化に至ったものではない。ヒアロンの製造も同社が行っている。現在使い捨て回路は様々なメーカーから数多くの種類の製品が発売され一般に普及している。使い捨て回路は主に以下のブランドが発売しており、販売ルートの関係からロッテ以外のメーカーでは殺虫剤、芳香剤などの家庭用衛生薬品メーカーに 関与しているところが多い。また、秋から春にかけては、生活雑貨を取り扱う小売店や、コンビニエンスストアのほとんどで販売されている。など。その原理が酸化による、発熱反応の典型であることから、中学校の理科の実験で学生が制作することがある。中に、 ゲル状の保温材が封入されており使用時は電子レンジで加熱して使う方式の回路。日本ではもっぱら湯たんぽ代替として商品化されている。電池式の回路。日本国内だけではなく、日本国外で人気があり多く使用されている。使用したい時だけ電源を ON にすることができ、燃焼ガスやゴミが発生しないという大きな利点がある。2006年10月31日に、 産業電機が充電式回路、エナループ回路を発表、同年12月1日に発売している。この産業のエナループ回路、リチウムイオンモデルの OEM 供給を受け、エルパがエコ回路として発売していた。中国製の電池式、ハンドウォーマーの存在説があるが定かではない。近年では、スマートフォンを充電するためのモバイルバッテリーや、LED イートとしての機能を兼ね備えたものも、 販売されている。酢酸ナトリウムの物理反応を利用したカイロ。使用後吸熱させることで再利用が可能。最近は、酢酸水溶液などの溶液とコイン状の金属片を封入したビニールパックがエコカイロなどの名前で売れている。溶液は常温でか冷却状態であり、内風の金属片で刺激すると結晶化し、 薬摂取50度前後の発熱を1時間ほど持続する。放熱後は熱湯に入れ吸熱させることで繰り返し、使用が可能。なお電子レンジの使用は厳禁とされる。5. おさむき